はいどうも皆さんこんにちは、吉村です。今回ですね、ちょっと謝らなければいけないことが、できてしまいました。ですね、パート3からまあ続きを取っていて、はいここはい、この広いエリアどう見てもボスですね。でぶち倒しました。20戦ぐらい負けて、もうあーこれいいの取れたわって、激闘取れたわと思ったら録画してませんでした。はい、というわけですいません。ここのボスはね、ぜひ違う方の実況かなんか、その実況でも何でも普通の声なしだったり、そちらでご確認の方をよろしくお願いします。ほんとごめんなさい。いやなんかね、ちょかっこいいボスだったのにちょっとやっちゃったわやっちゃったわ。なんか牛みたいなボスだったんだけど、とりあえずもう先にを進みます。あ、そうで、セーブしないで消したんですよ。アプリケーションを終了するって。こっからシステムからさ、これゲーム終了ってやると、これゲームを保存してタイトル画面に戻りますって書いてあるから、あ、じゃあこれやんないで普通にアプリケーション落としちゃえばいいやと思ってアプリケーション落としたけど、かがり火で休んだ時点でもう自動セーブなのかな、わかんないんですけど、そうなってしまいました。本当に申し訳ないです。壁際に立ち、あ、読めない、はい、読めない読めないな。え、キモ。え、なにこれ。え、いっぱいいるし。あ、これトレーラーでこのシーン見たぞ。いや、興ざめたこと言ったな俺今トレーラーで見たぞって、こんな興ざめすることある。あ、こっからは見てないよ。つか手が血で染まってるのが怖いんだけど。え、あ、味方、味方なのあれ。運んでくれたけど不死骸。こっからまた新しいステージが取ってるよね、ちゃんと。オッケー、取れてる取れてる、オッケー。ちょっとほんとすいません、取れないのは。しかもボス戦取れてないってのがやばいよね。一番実況者としてそれ一番ダメなやつだよな。ほんとにごめんなさい。いやー、いや、ほんと激闘だったから俺も見せたかったなあれ。もう初心者の苦悩をね描いたようなあれだったからね、ほんとに。とりあえずお姉さんにいろいろ強化してもらおうかな。レベルアップ。これさ、ソウル失う前に来なきゃダメだね。また学んだね一つ。ただどの捨て振りをすればいいのかわからないぞ俺は筋力、体力、装備重量、あー重さの上限、なるほどね。それであれになるわけだ。持久力、あ、持久力欲しい。スタミナ欲しいわ。スタミナ欲しい。あ、もう1しか増やせない1しか増やせない。あー1万ぐらいあったんだけどな。よし、じゃあ続きやっていきましょう。さっきあっち調べたから、もう下降りるだけだね。うわ、敵いるな。なんかうじゃうじゃいるぞ。いっぱいいるぞ。勘弁してよ。うん、なんもないねなになに、え、ただ、え、やばい、人間狩りが、人間狩りが始まったぞ。ゾンビ狩りが、ゾンビ狩りが始まったんだけど。もうやめろよ、ゾンビ同士。仲間みてえなもんだろ、お前ら。よいしょ、よいしょ。あっぶねえ。結構ね、ワンちゃんの狩り方も上がってきて、なんかとにかくこいつはあれなんだよね、急に横に来たりするから、まあ、剣ぶん回してりゃ勝てるみたいな。よし、オッケー、いいね。多分、うん、こっちはなんだこれ、レバーを引く。あ、これで開けるパターン。オッケーオッケーオッケー。ただあっちも見ときたいね。こういうなんか探索しなくていいよって明らか言ってんのはなんかあるって証拠でしょ多分。びっくりした、なんか動いたように見えるんだよね。なんかビビりすぎ。Please, grant me to undo my shackles.
この人？うわっいやだってお前が今 C を欲しいみたいなこと言ってなかった？灰の英雄様ですな。お目にかかれて光栄です。私はロンドールのユエル、見ての通りの、巡礼者ですが、どうやら一人死に損なってしまいましてな。これ人間ではないよね。灰の方は私を従者とする気はありませんかな。ごめん今殴って。私も元は魔術師、きっとあなたを助けできます。従者にする。従者って何？わからないわからないけど、こっち寄ってよかったね。寄らなきゃあいつとは出会えなかったもんね。まあ、これも運命だよね。もうあいつが言ってたけど、あいつに全部俺のセリフ取られてたわ。あ、これ、かがり火って読むらしいですね。教えてくださった方、ありがとうございました。怖い怖い、高所恐怖症。俺、高所恐怖症だから。かがり火、ずいぶん近いとこにあったな。あ、いるじゃん、いるじゃん。あ、これは見たことないタイプの敵だな。あ、弱っ弱すぎなんだけど。弱すぎだよ。はい、どうも。はい。痛いつ、痛いつ、痛いつ。うれうれうれ、やばい、ちょっとご了承しすぎた。強いな、普通に。さっきの俺弱いって言ったのは何だったのか。とりあえず一体休息しましょうか。はい、こんにちは。さよなら。うわー、こいつリーチ長いマン、リーチ長いマンやめてほしいわ。ほい、なんかこれ、畑耕してる人か、農家の方かな。あ、すごいね。多分このこれ多分木の実になるんでしょうね。これが、なるほどね。お邪魔しまーす。うわうーわ、大丈夫ですか。吊るされてるけど、ひどいことすんな。うい、いやいやいや、なんだなんだなんだよ俺が壊したんかよ、びっくりした。え、人を閉じ込めてんの、やば、えぐいことすんな。あれ、なんか光ってるよ。あ、落とせってこと。失礼すぎだろ。スモールレザーシールド、これが、重量は軽いけどちょっとあんま強くないかな。これ道危ない。あ、こうやって降りるのか。寄り道できる道がいろいろあるからさ、迷っちゃうね。あ、なんかあるね。いただきます。あれ、なんか来た。え、これ取れないんだけど。おい、そういうこと、はめられたわ。え、なんかいっぱいいる、なんかめっちゃめっちゃいっぱいいる。全然気づかない、全然気づかないけど、とりあえずさっきの室内にもう一回入りたいな。まだ調べ終わってない。うわ、いる。え、なにこれ。うわ、なんだこのゴブリンみたいなやつ。いって、おらおら、うわ、なんか吹き矢みたいなの打ってないぜ。いって、この野郎、おらおら、吹き矢。なんだかな、なんとか。ちょっダークソウル漢字難しいんだけど、ただですら漢字読めないんだから俺。修理の粉、興奮かな、光に粉って書いてあったよね。あれか、武器修理するときに使うのかな。初めてゲットしたね。よっしゃ、さっきの敵うじゃうじゃコースに行こうか。いや、ああいうのワクワクするな。敵うじゃうじゃコース面白そうだよね。ちゃんと一匹ずつ連れ出さないとアボンしちゃうね。なんかすごいいるんだけど。はい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 、え、味方、味方じゃねえじゃん。やばい、当たんない、当たんない。すっ、おら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 、くそ、おら、よし。こいつらあれだね、全然気づかないね。視野が狭いな。オッケー、全然余裕だわ。これどんどんご了承でいけんじゃね。視野狭いからあんま来ない。え、なんかいる、なんかやばいやばいやばい。農家の道千年みたいな人いるわ。農家の道千年はやばい。え、なにこれ、なんか飛んできた。あ、農家の道千年来た。魔法か。すっ、残念。ほらほら、あー、農家の道千年はやはり硬い。農家の道千年はやはり硬い。
おれおれおれ、ひるんで落ちる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 、おれおれ、うわちょっと農家の道千年強いって本当に、ふえ、特に何も落とさない。とりあえず農家の道千年は倒したから、まずはもうあの畑のね、まだ初心者初心者初心者、あぶね、初心者農業者だけだから、よし、旅人のソウル、これ初めてゲットしたな。あのアーミンしてるやつ何こいつ、作業服、このアーミンしてる人たちは何なの、え何敵なの、敵かよ、ういって、おら、やべやべ、よし、やべやべ、よいよいよい、ご了承しすぎ、危ない。エストのかけら、いっぱいいるな、やばいやばい、いたいって、農民の方は帰って、本当にあっちから来たんだよね、右行ってみようか、いやこっちが正規ルートっぽいな、多分寄り道はこっちだな、いやでもあっちも正規ルートっぽい、わかんねえ、まあ、いやとりあえず右から行くかしら、あとで来ればいいや、余裕あったら、はいこんにちは、さよなら、うわなんか投げてくる、やば、あぶねあぶね、こいつあぶねあぶね、攻撃力は一応まだ全然足りてる感じかな、2発とかで倒せるからさ、まああいつは弱い部類だからか、こっちから行ってみる、いやとりあえずこっち行くか、なんか道がほんと広いね、横から出てきたりはする、バカめ、俺もダークソウルのあれが分かってきたぞ、えなんでだよ、なんでだよ、そっちからも来んのかよ、全然分かってなかった全然分かってなかったわ、うわなんか、え、やばいやばいの来た、剣が長い剣が長い、すっ、おれおれ、うわ硬えこいつ、ちょっと強え、危ねえ、おれおれ、よーし、この剣かっこいいな、俺も欲しいわ、俺も欲しいその剣、もうそろそろ休息したいよ、休息したい、吉山休息したい、盾だね、すごい、何え、ドイツ、ええ、どこどこ、え待て待て、どこだ、わかんないわかんないから進むしかない、あ、え、あった、俺のよかった、消えてなかった、多分ねあの爆薬に吹き矢で、あ、いた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 、あいつだ、あそこにいたわ、なんでここは駆け抜けなきゃいけないんだ、きっと駆け抜けろ、よっしゃい、おいなんかやべえのいるぞ、なんだこいつ、なんだこいつ、うぅえ、なんか気持ち悪い、めっちゃ入ってる、他の敵はいない、1対1だ、オッケー、なんだこいつやばいでしょ、え、やば、よっしゃー、でもそんな強くない、うわ気持ち悪い、めっちゃ入ってる、なんか黒、うわお前らどんな教育してんだよ、どんな教育されてんだよ、なんか強そうなのが一番前にいる、よしやりに行くか、じゃあこっちしかないね、なんかワンちゃんいるよね、ワンちゃん強いから奇襲、奇襲攻撃、うれ、オッケー、吉田奇襲を覚えました、行って行って、そワンちゃんワンちゃん奇襲成功したのに、これ雑魚敵が強いよ、もう雑魚敵って呼べないよね、強くて、あーあのまたツボツボじゃねえわ、なんか変な振り回してるやついる、まあ、とりあえずこっち行ってみるか、あれあれこいつこいつあれじゃねえかよ、ノー、あ、これが魔法だ、やば、こいつあれだ、農業の道、農業の道千年の人じゃん、おらおら
ほら、熱い、優しい置き方、めっちゃ気持ち悪い。こんなお前ババアに抱きつかれてもな、喜ぶ年じゃないからね。俺別に熟女好きじゃないからね。俺よし、改めて戦うとあんま強くないな。なんだこれ、この先呪い封じの大衆。錬成川腹の中、何これ。こちらからは開かない。またか、こちらから開かないパターンめっちゃ多いんだよね。その取れてなかった動画の時もね、あれだったんだよね、開けなかったんだよね。え、なんだこれ、キモ。ネズミだ。もうネズミじゃないけど、もはやネズミじゃないんだけど。やばい、ペストになる。オッケー。エストビンもないんだよね。セスタス、これ知らない。何これ。鍵がかかっている。うわー、なんかめっちゃ、うわー、出てきた、なんか出てきた。なんかやばい。待て、完全にお母さん出てきちゃったけど、完全にお母さんなんだけど。死ぬ。ご了承、おっしゃ。血神の指輪、もう死ぬんだけど俺。縦構えながら行く。あ、オッケー。ちょっと急速かがり火、かがり火ないですか。かがり火、あ、開ける。ちょっとかがり火ないと吉田も行っちゃうな、これ。吉田も行っちゃうよこれ。なんもない。うわー、ちょっとかがり火欲しい。かがり火だってもう S とこれだし、また入れ直してやだよ。うん、かがり火なんてないね。どうしようこれ、広すぎて。ちょっとこっちまで来るともうなんか道を忘れてて取りに来れなそうなんで、一旦あのさっきの覚えてる方の左を行けなかったんで、そっち行こう。そうそう、こっち。2体いいんだけど、あいつら3体いるよ。絶対無理じゃん。絶対俺じゃ無理だよあれ。はい、どうも。うお、あれ投げられんの。なんかやばい武器に持ち替えたんだけど、やばい武器に持ち替えた。待て、死刑囚が持ってる武器じゃんそれ。はぜ、あ、あったあった、よかった。ふぅ、6000、よかった。これ失うのはちょっと痛かった。はい、というわけでちょっと今回はここまでにしていきたいと思います。いや、ほんとテンポ悪いし、ボス取れなくてすいません。はい、というわけで次回もよかったらよろしくお願いします。さよなら。